どんな営業員がいいでしょうか。僕営業外って多分言ったことがあるんですよね。はい。自分を売れって自分を出せじゃないんですよ。絶対に打ち合わせするんですよ、2人で。はい。まあ、多分お互い営業やってましたよね。やってました。そうなんですね。懐かしいですね。そうだよね。はい、こんにちは。こんにちは、佐久間です。竹でございます。竹さん、はい。僕ね、この問い合わせもらったんですよ。どんな営業員がいいでしょうか。僕営業外って多分言ったことがあるんですよね。はい。まあ、多分お互い営業やってましたよね。やってました。そうなんですね。これね、生い立ちとか知り合ったね、お話で実はあんましたことがなくて、ないですね。はい。僕ももともと広告代理店というか代理店にいまして、で畑も結構大きな代理店さんというか、まあ何屋さん、全体的にはウェブ系、ウェブ系ですか。はい。の多分その営業部署みたいなね、はい、にいたんですよね。はい。なので、もともとその会社同士は知り合いだったんですけど、でその仕事絡む前も何か知ってたんですけど、はい、でやっぱ知ってるから、ちょっと畑広告どうっていうところで来てくんないっていうことで、仕事でも絡むようになったという、まあ、生い立ちなんですよ、知り合い。懐かしいですね。そうだよね。もう多分マジで7年、8年ぐらい前の話なんですよ。だから僕らがまだ本当30前後で、多分一番脂乗ってた。まあ、今も乗ってますけど。いやでもマジでね、はい、ガッチガチ仕事を、そうです、ね、バリバリやってた時だと思うんですよね。うん、いやでもね、これちょっと脱線するな、男ってやっぱ30前後ってやっぱちょっとあれね、勝負で、なんかあるよね、はい、なんかあるよね、なんかありますね、うん、めっちゃありますね。なのでこれで皆さんも多分感じるじゃないですかね。なんか多分知識もついてきてるし、経験もついてきてるし、うん、でまだパワーあるんで、はい、だよね。でグワッていける、うん、時期、まあ、今となったらよく頑張ってたなみたいな時期もあるもんね。はい、あるよね、無茶してたなみたいな。はい、全然徹夜とか全然いけた、はい、全然いけた、ね、だからそういう考えると、やっぱそういう時に畑と出会って、よかったなとは思うわけですよ。はい、はい、これ脱線してますね。これ戻りましょう。あのね、要はそう、営業員ってどういう人がなんかいいんですかとか、評価どされるんですかとか、そういうことだったんですよね。うん、僕も営業だった時に、心得てたことっていうのが、なんか営業職の人よくやれるかもしれないんだけど、本当にバリバリのね、僕の上司は、光通信っていうね、わかりますよ。そう、世代の人は絶対わかるでしょ。そう、光通信ってバリバリすごかった営業マンが、多分ヘッドハンティングされた人が営業部長だったんですよ。はい、めっちゃやばい、やばいですね、それは。もうめっちゃ軍隊なんですよ。はい、でそこで僕は実は叩き上げられたんですよ。うんうんうん、だから本当に入ったばっかりって、ウェブ系の広告代理店入ったんですよ。それこそ恥ずかしい話すると、木村拓哉さんとかがあのかっこいい営業をやってたようなドラマをやってて、はい、ラブジェネかな、なんか、はい、あの企画みたいなのも、はい、プロデュースも全部する、はい、あかっこいいみたいな感じの世代の時の言ってるんで、もう雲泥の差でした。現実は、現実はもう朝から晩までテレアポで泥臭く、何のために俺いるんだろうみたいな。でどこからでも這い上がってきたんですよ。うんうんうん、結局結果出して客捕まえて、で売り上げも作ってきたら、もう普通今ある既存クライアントさんを任されるようになってきて、そこもさらに上げてきて、はい、自分が選べるようになってきて、営業部長になったみたいなね、うん、っていう、本当に上ってきたんですよ、僕。はい、でそうなった時に、僕がたまたまそこの光通信、元光通信のその営業部長だったその右腕の人ですね、うん、僕はその人に気に入られたわけですよ。うん、そのナンバー2ですね、営業の、はい、頭が良くて、うん、お客さんの応報、要はアポイントですよね、の前に絶対に打ち合わせするんですよ、2人で。はい、今日はこれを売るんだけど、まあまあこの売り方は俺が適当に言うから、うん、よくって、うん、あのお前どういうのが好きなの、ここでヒアリングがあるんですよ。うんうん、あ、そうなんだ、さっきも野球やってたんだみたいな。うん、大丈夫、あの人野球好きだから、中日ドラゴンズなんだよねみたいな。でも中日ドラゴンズお前何好きなの、巨人ですみたいな。あ、巨人なの、それやばいねみたいなだったらそこのチームの話はやめようみたいな、はい、みたいな、そういった綿密な打ち合わせがあるわけです。要は何かというと、お客さんが喜ぶストーリーを作ろうとしてるんですよ。うん、打ち合わせって大体1時間 ね、 そ、 ね、そのイメージじゃない、そうですね、そう、大体1時間なんですよ。で大体ちょっとくだらない話を、雑談ってやつですね、軽くやって、じゃあどうしたのみたいなんです、今の進捗はどうとか、もう現実な話になっちゃうんですよね。
じゃあ僕たちはっていうとマジで45分以上雑談なんですよ、うん、で向こうも乗ってくるんですよ、うん、それは何かというと僕らは相手のプロファイリングをしてるんですよ、うん、その担当者ですね、担当者のプロファイリングをしてって、どういうのが好きだとか何が好きだとか、お酒が好きだったら全部夜のお付き合いもありますしとか、そういうことですっていうと、そのプロファイリングで好きなことを相手が望むことが分かるじゃないですか。それに乗っけて2人で掛け合いをしながら相手を巻き込むんですよ、うん、3人一体型でテーブルを囲うわけですよね、うん、で楽しいんですよ、うん、最初にこいつら楽しいになるんですよ、うんうん、楽しい空気があるから打ち合わせが苦じゃないじゃないですか。皆さんもそう思いません？嫌な人でなんか感じも悪くて、でも仕事的にはアポイントしなきゃいけない、嫌じゃないですか。もう行く前から嫌じゃないですか、はい、ありますよね、ありますよねそう、それをなくしたら勝ちじゃんって話なんですよ、はい、あ今日あいつらだ楽しみってなったら最高じゃないですか、うん、それを取るぞって言われたんですよ、うん、だから打ち合わせをパンパンに詰めるのは質が悪いと、いや打ち合わせが終わって必ず次のアポイント場所について3、40分打ち合わせをしてから行くスケジューリングを組めって言われたんですよ。それが2対1で行く営業、お客さんを楽しませる営業、要は相手本位ですよ、はい、っていうのをものすごく叩き込まれたんですよ、うん、で自分本位で自分が喋りたいこと、自分が売りたいこと言ったら相手は嫌なんですよ、うん、本当にあれですよね、その営業会社の言葉で言うと、物を売るな自分を売れと、ありますよね、ありますね、そう本当にそうなんですよ。やっぱり人ってね、好きか嫌いかだったら好きな人をまず取るんですよ、うん、このアウター、嫌いなお店と好きなお店って同じ値段で売ってました、どちらで買いますか？好きです。そうなんですよ、極論で言うとこれなんですよ、うん、なぜかというと僕が A 社、畑さんが B 社、同じ値段で担当者に提案します。もし僕の方がちょっと高かった、担当からこう言われるんですよ、B 社の畑中君がさくちゃんの広告より1000円安かったよ。みたいな嘘ですよねっつって、いやでもちょっとうちの仕入れ高いのかな、メディアにちょっと聞いてみますけど、うん、ちょっといいです、ちょ頑張りますんで、同じ値段だったらどうですかっつって、いや同じ値段だったらさくちゃんとか買うよっつったら、あー OK です、もう上司の確認なんか後でいいんで、じゃあ同じ単価でお願いしますっつったらもう取れるんですよ。値段こっちの方が安かったよって言われる時点で、うんうん、こっちでやりたいと思ってますね。そうそうなんです。だから僕の営業スタンスはっていうと、自分を出さないんですよ。自分を売れって自分を出せじゃないんですよ。これすごく大事なことで、はい、自分を出すっていうのは相手が望む人にあれってことなんですよ、はい、楽しい、この人いい人だな、好きだな、そう好きだなの世界観に入ることが自分を売るなんですよ、はい、嫌われたら元も子もないんですよ、うん、そう自分を出すっていうことは好かれる可能性もあるけど嫌われる可能性があるんですよ、うんうん、ってことは嫌われる属性に入ったら意味がないんですよ、うんうん、営業だからね、うん、全員に好かれなきゃいけないんですよ。勘違いしてる人が多い、自分の色を出さなきゃいけないと思うんですよ、お酒の席とかでも、うんうん、違うんですよ、全部相手なんですよ。相手の人がお酒好きな時に勘違いしたうちのね、その営業員ってガバガバ飲んでたんですよ、自分がで戦闘機で酔っ払ってるから、相手どんどん冷めてったんですよ。違うっすよ、お酒が好きな人がどんなお酒を飲んでいて、その人のペースに合わせて飲んでいくだけでいいんですよ、簡単なんですよ。でそうするとオーダーする時同じタイミングでオーダーできるじゃないですか、はい、そうしたらそれだけでも気使えるってなるんですよ。一石二鳥なんですよ、同じペースで飲んでればそれだけでも会話は弾むし、同じ手が止まるタイミングも同じなんですよ、うん、そして「あすいません、お酒何飲みます？僕もなんで」って言ったら変に気を使ってないのに「あこいつ聞くじゃん」って思うんですよ。そうですね、そういうのって自分を出してないじゃないですか、相手を常に見てるんですよ、うん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 、そういったワンポイントワンポイント、みんなもったいないなってポイントは結構あって、うん、営業員としては多分畑はダメだったと思うんですよ。この理由をちょっとね伝えたくて、はい、僕が当時その違う会社で、もちろんその取引先ですよ、うん、言うたらで、僕がいろんなコンテンツ持ってたんで、そこで要は集客したマーケティングしたかったんで、畑が広告代理店でもあったんで、その会社の、はい、なんで依頼をしたわけですよね、広告したいんで、畑って、はい、なんかいい広告ないかそういうことです、はい、で大体ねその規模感がね 4,000〜5,000万だったんですよ、1ヶ月使えるよって、うん、で僕がそのコントロールができていて、うん、で会社的にも昔からそのつながっていたんで、はい、要は仲間内のなんかね、仲良しの会社だったんですよ、はい、なので信頼できてるじゃないですか、もともとなので畑呼ん で畑っていう人間も昔からしてたんで安心したかったんで、僕変なさその代理店に広告費を落とすよりは、うん、畑が一発でね広告の質も良くて
っぱり 4,5 千万使ってくれるんだったら安心だったんですよ、はい、で僕はこう言ったんですよ、畑を呼んで、これ本当だよね、そうですね、畑これ俺の予算これだけあるからもう全部お前にやるから、うん、ちょっとちゃんとケアしてくんないって、質ももちろん効果も見たいし、そこの報告ちゃんとしてくれるんだったら 4,5 千万マジで全部使ってほしいんだよねって言ったんですよ、うん、これ営業員としては誉れですよ、最高ですね、ラッキーだよね、ラッキーですね、ラッキーですよね、皆さんも普通に想像はできますよね、関係値だけで畑の予算ってこんだけもらえるんですよ、うん、それ畑の評価って上がるじゃないですか、その会社でね、はい、もちろん畑もその場マジっすかやりますって言ったんですよ、その瞬間はね。で結果はっていうと、こいつ200万ぐらいしか広告決まんなかったですって言われたんですよ。なわけないんですよ、広告代理店ですし、予算使おうと思ったら何でも使えたはずなんですよ、うんうん、200万しか広告なかったですって言われたら、いやその残りを埋めなきゃいけないっていう仕事もそうなんですけど、その前にはぁって思うじゃないですか。あの時の最初の打ち合わせのお前の感動どこ行ったみたいなじゃないですか。だからそんな時に畑がでもね言ったんですよ、本当に自分が自信を持って佐久間さんに推奨できる広告媒体はもうこれしかなかったんですって、嘘偽りなくすって言ってきたんですよ。え、僕も2面あるんですよ、そのビジネスマンの佐久間と普通の自分いるじゃないですか、素の僕が、あの素の僕はハッとしたんですよね、え、そんなやついるって営業なのに、そうだよ、だって会社絶対上司に言われてるんですよ、営業員って、僕もそうなんだ、ノルマがあるんで、月またぐごとにずっと戦いなんですよ、そんな中のやつがそんなことあると、しかもこんな売りやすい関係値で衝撃だったんですよ、でビジネスマンの僕はですね、はぁですよ、てめえ決めてこいよみたいな、めんどくせえじゃねえかみたいな、他で探さなきゃいけないっていう、会社の立ち位置としてはあのこうなったんですよ、あのやっぱ僕はこのビジネスマンが重要になるんで、あのその畑の上司に電話して担当を変えてくれと、畑が広告をやってくれないと、はぁみたいな、すぐ変えますみたいな、でも本質の僕ってあの畑のストレートな気持ちって残ってたんですよ、畑がねその会社を去ると決めたというところでは、その後に、ね、一緒に飲んで話聞いたんですよ、こいつやっぱりバカなんですね、何も考えてませんと考えてますね、あ、ちょっとやめてやめる時のね、そうそうそう、まあ多分あったと思うんですけど、いろいろあったと思うんですけど、その先をしっかり決めてたわけではなかったんですよ、うんうん、そうですね、多分まあ多分フレッシュしたかった、リフレッシュしたかったと思うんですけどね、はい、うん、そのタイミングでは食事できてタイミングよくね、やっぱ残ってたんですよね、ここの気持ちが、うん、なので今でもね彼は独立してやってるんですけど、あの一緒にやるよね、ダンスもそうですし、はい、一緒に組んでやってるビジネスもあるんですよ、うん、うん、ジョイントベンチャーっていうね、はい、うん、形でねお互い得意分野を組んでやってる仕事があったりするんですよね、うん、そういうところであったのと、でもそんな要は同じ会社じゃないじゃないですか、でもこんだけ信用はだって何回出てます？いやもう一個下なんですよ僕の。でもすごいなんか可愛くて、だからそうなってるのって多分やっぱ根っこはそこだったんですよ僕、うん、こんな根が真面目なバカいるって、だから営業としてはダメですよ、そうそうなのそうなの、だからこんな営業員はダメなんですよ、うん、でもね、でも僕はそんな営業員がいてもいいんじゃないかなって思うんですよ、会社っていうのは。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですね、コメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私、佐久間はですね、Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。